どうも、私的な山の話です。今回は伊豆半島東部伊東市にある低山大平山のお話です。ゆるい感じで海と山の景色を両方楽しみたい方にはおすすめの内容ですので、ご興味がある方はぜひ最後までご視聴ください。それでは行ってみましょう。ではまず今回のコース説明です。スタートは JR 伊東駅で、そこから歩いてまずは丸山公園へ。公園から先は尾根状のハイキングコースを歩いて大平山へと登り、大平山からはそのままハイキングコースを進んで馬場の平にある柏峰を目指します。柏峰からはこんな感じで歩いて伊東駅へと下ります。休憩を含まないコースタイムで約4時間半の内容ですね。時刻は9時 JR 伊東駅の駅前です。トイレは駅の改札内と外の両方にあります。あの外トイレなんですが、びっくりするぐらい綺麗ですよ。駅の近くのコンビニですが、駅直結のあちらとここを左に曲がったすぐ先のもう一軒があります。この後の進行方向ですが、駅前の道を矢印の方向に進んでいきます。駅前から歩き始めてすぐにこの交差点に着きます。ここを右に曲がります。この標識が出てきたらこっちですね。先ほどの分岐から道なりに進むと鳥居がある Y 字路に到着します。この分岐に関しては左に進みます。ちなみにですね、駅から丸山公園に向けてのこの道のりなんですが、ほぼ標識がないのでご注意ください。唯一標識がある分岐を今回の同行者の妻が見つけました。そう、そこ右、そう、ちっちゃく標識あるから。なんか本当にもう民家の裏道だよね。多分でもこのコース取りが一番ね、登山口までのショートカットなんだよね。ここは左かな、多分どっちもつながってるっぽいけどね。俺ちょっと上から行ってみようか。ちょっと降りたらさ、もう子供になる。丸山公園に到着しました。ここを左に入れば丸山公園です。すぐ駐車場があります。この後ですが、矢印の方向に進んでいきます。トイレなんですが、一つ目のトイレはこの車道沿い進んだ先にあるようです。今回は撮影をし忘れてしまいました。うん、ここから、うん、山頂までどれぐらいかな、2時間ぐらいかかるかな。
丸山公園ですが、登っている途中にこういった広場が現れ、ピクニック感覚で季節の花々を楽しめるように整備がされています。公園入り口近くの沢沿いでは6月頃にホタルを見ることができるそうです。ちなみにそれぞれの広場は公園の中心の歩道沿いにあるので、寄り道をしても自然に目的のトレイルの入り口に着くようになっています。桜と梅の違いって何なの？分かんないけど、こう見た感じ先端にポポポポポってついてるのが梅で、枝全体にババババババって咲いてるのが桜。本当に？だって見てごらんよ、これ全部あれ先端についてるじゃん。へー、あっちの方とか日が当たってる、枝が上に伸びて先端に花がついてる。分かんない。先ほどの分岐から少し歩くと公園の終了点、トレイルの入り口に到着します。ここから先はこの標識がしっかり整備されていて、まず迷うことはないです。本当にすごかったです。公園から先の道はちょっとトレイルっぽくなりましたね。木道の整備などはなくて、普通の土の道ですね。ただ藪が濃いわけではなくて、すごく管理されていて、こういった寒い時期には快適に歩けますね。聞こえないけど、来てんの？来てない。いやーすごいね。なんでこんな顔向けてんだろう。ね。健在に誰かしようとしたのかな。だって別になんか動物いないよね、こんな、ね、なんだろうこれ。しかも上までだよね、うん、脱皮するんじゃない？ほら、いやあ、あそうなのかな。あれもこっちも、あ、ほんとだ、あなたの後ろのも脱皮してるわ。こういう木なんだ。じゃ あそうだね、全部そうだよ。脱皮してる。ユーカリの樹生地から少し登るとこんな分岐に到着します。進行方向は右なんですが、左に道があります。少し降りると看板があって、江戸城築城石切帳場跡と書かれています。この周辺一帯が築城のための石切場だったということですね。先ほどの作業道の分岐のようなところから少し上がると、なんか石がゴロゴロしている、ここ石切場なんですかね。そんな感じの場所に出てきます。なんか石には人為的にマークがつけられてますね。あとちょっとこう何かで穴を開けたような跡があったり、ここからやっぱり切り出したってことですかね。石切場から少し上がると開けて尾根道も気持ちいいですね。またちょっと雰囲気が変わったので、さっきまではずっと樹林の中であまり変わり映えがしない道だったんですが、この辺りは日が差して気持ちが良い道ですね。で山頂手前の分岐ですね。
進行方向はこっちですね。何その奇怪な動きは全身運動。山頂から快適な尾根道を歩いていると展望ゾーンに到着します。ここからの眺めは右手に相模灘、そして箱根の山々、正面には富士山と素晴らしい眺めが広がっているそうなのですが、今回はあいにくのお天気です。そしてここから先の道ですが、怪しい箇所などもしっかり整備が行き届き、相変わらず迷うことはありません。馬場の平方向の標識に従って進んでいきましょう。で、また分岐ですね。ここがまた芝生公園ですか、芝生広場に下ろす分岐があります。このまま標識に従ってこちらですね。なんかちょっとね、下が滑りやすそうでね、少し。まあでも雨が降ってないから、乾燥してるからね、濡れてるとちょっと滑りそうだけど。で、おそらくまた芝生広場への分岐ですね。そうそう、どっからでもつながるってことだよね。で、進行方向はそのままこちらですね。だいぶいいとこまで来てるよ。先ほどの広場の分岐から少し進むとまた上り返しがあります。なんか前半戦は緩い上り返しの繰り返しだったんですけど、山頂からはここちょっと長めですね。妻はちょっともう聞いてないよって感じになってます。気持ちの良い尾根道の後、このまま行くのかなと思ったら結構な下りがありますね。で、四つ寺に到着ですね。もう標識は進行方向にしか表記はないですね。四つ寺から先はまあ軽いアップダウンですね。まあ、そんなに、だいたい20メートル以内のアップダウンですね。まあ、たまにこんなちょっとつるが張ったような場所も通過します。いやでも気持ちいい道だな。本当に整備は行き届いてますね。全般的には結構開けてたんですが、四つ寺から少し進んだ先の道は少し樹間が狭くなってますね。この手前だともうちょっと密な感じでした。これ夏、あったかくなったらちょっときつそうだな。やっぱり寒い時期がベストですね。もう今ぐらい、3月中ぐらい、4月ぐらいまでじゃないですかね、この辺。大丈夫だよ。落ちないようにトラロープがされてるから。うまく木を使って。まあ難所っちゃ難所だけど、まあ別にそんなに滑りやすいわけではないからね。
むしろ、そうそうそう、ここだけ抜ければ大丈夫なんで。で、降りてフラットな道の後に、ちょっと狭い岩が露出したとこを通過します。で、大岩を襲って、登り返して、また道に復帰する感じですね。大岩の道を過ぎると柏峠に到着します。ここはかつて交通の要衝で伊東と中伊豆三島方面をつなぐ物流の要だったそうです。明治15年にこの峠の下にトンネルが掘られ、この右の道を少し下ればトンネル跡を今も見ることができます。このトンネルは崩落の危険があるため今は入ることはできません。お、なんか首がないお地蔵さんが出てきた。わかんない、どっか、うん、どっかで木をつついてるね。そしていよいよ馬場の平周辺に到着です。進行方向は左の原っぱの方ですね。この道をまっすぐ進めば車道に合流できます。地図を見るとですね、今歩いてきた道沿いの右側の方が馬場の平と表記されているんですが、おそらくこの原っぱのあたりも全て含めて馬場の平なのでしょう。この後はここを進んでいけば柏峰に到着します。柏峰は視界が一気に開け、休憩にはぴったりのスポットです。柏峰からの下りですが、先ほどの広場から伸びる尾根状の地形を下ります。歩き始めの斜度は緩いのですが、少しずつきつくなっていきます。基本的に道はマーキングがしっかりしてるんですけど、こういうですね、ちょっとなかなかアグレッシブと言いますか、丸倒木があったり、こうそこを縫うようにつけられている道もあったりしますね。まあ、結構マークがないとえっと思うかもしれませんが、基本的に全てこういったマーキングがあったり看板があるので、迷うこと自体は道が怪しくなってもないですね。はい、ここにもあります。すごいですよね、本当に。柏峰から30分ほど尾根道を下ると舗装路と合流します。もうここからは駅までの道のりだけなんですが、
全くと言っていいほど標識がありませんので、ご興味がある方は最後までお付き合いください。ここはこちらから降りてきて、こちらに進みます。そして朝曲がった交差点を過ぎれば、もう目の前は伊東駅です。時刻は15時、コースタイム4時間半のところを休憩撮影込みで6時間でした。あいにくの天気ではありましたが、ゆるく快適な道で海と山の眺めが満喫できる今回のコースは十分満足できる内容でした。伊東駅をベースに登れるのも良いですよね。皆様もぜひ寒い時期の晴天を狙って登られてみてはいかがでしょうか。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回も参考動画を予定しています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。